闘撃05ファイナル。最初の種目は個性あふれるキャラクターたちが繰り出す豪快な技が魅力の鉄拳5。しかしそんな華やかなイメージに反し、トーナメントは意外な展開になった。今から流れを掴んで、さあ壁際、後がない、後タンクで終わった10秒。わあ、また行った、なんだなんだ、どうなるの、わあ、タン抜けた、タンクが抜ける、頑張れ新設、そこで決まってしまった。昨年優勝の竹山、準優勝のタレをはじめ、数多くの強豪選手たちが決勝トーナメントに残ることなく姿を消していった。そんな中、一人のプレイヤーが注目を浴びるようになる。韓国からの伏兵、ニン。大会前から恐れられていた韓国選手の実力、ニンはその噂にたがわぬ強さを見せつける。さあ見えてきた、ペンペンポンで叩き落とされて、コンボを決めて勝ったのはニン。ニンの勢いは止まらない。あ、もう물론다어려웠지만일단리나플레이어와샤오유플레이어아직세판밖에안해봐서뭐알수는없다고그냥배운다는자세로임하고있다고。そして迎えた決勝戦。みんなデボルに、衝撃ゼロファイブファイナル、スティーブ・フォックス優勝したのは、우승한비결은일단뭐저응원해주신이제저희뭐한국에있는저희팀원들애들이랑여기에있는오늘응원하러온분들저아는분들그리고옆에계신많이도와주셔가지고이번에우승하게된것같습니다。数多くの番狂わせと海外選手の台頭、新たな歴史を作ったトーナメントとなった。